計観光はですね、ある意味戦国時代化しているというのが、実はこの2013年の現在で、日本はですね、イルミネーションを見て、それに対して料金を払って楽しむという、まあ、世界でですね、稀な、要はイルミネーション文化をですね、実は今気づいているところであります。工場ってやっぱり何らかの意図があって、そこに光が、理由があってですよね。それを考えながら見ると、また違った見方ができて楽しい。